こんにちは。ちょっと髪の毛がボサボサ。こんにちは。後出し、まあ、でもそんなに今日なんかあれだね、暑いけどって感じ。暑いけど涼しい感じですね。やばい、髪の毛やったのにさ、朝めっちゃいい感じだったのにさ、もうサバサバになって。暑いけど涼しい。何時まで？決まってないけど、まあ1時間前後かな、いつも。私あんまりね、決めてないですね、毎回。まあなんか用事とかがあるときは早く終わらせちゃうときもあるけど、今日は別にないので、まあ、逆にこんな時間にやっ、あ、でも今日土曜日だ。今日土曜日だ。そう、今こんな時間にやっちゃって申し訳ないって思ったけど、土曜日でした今日。ラッキー。おすすめのアイスありますか？おすすめのアイスは、昨日は、あ、昨日あれ食べた。昨日アイス2個食べたんですけど、スーパーカップと、あとね、なんだっけ。セブンだ。セブンのプレミアムソフトみたいなやつ。2個も食べちゃいました。1個にしようって思うけどさ、マジでアイスってお腹空いてる時だとさ、全然食べれちゃうんですよね。これがアイスの嫌なところ。ガリガリ君のマンゴー味、そんなのあるの？てかこのさ、何このデザート背景みたいなやつ、何これ。 スイーツ背景みたいなやつ何ですか？可愛いけど、なんかイベント中なんだっけ。もうなんかイベントとか多すぎて分かんない。ショールーム、お菓子の背景。別にイベントとかじゃないんだ。 そうだったんだ。なるほどね。ギフトがケーキ。え？今、ギフト。そうなんだ。てかさ、北海道イベント楽しみすぎる。これもうショールームで話したんだけど。超楽しみ。でも意外とまだまだなんだよね。あれ終わってからじゃん、だって。武道館終わってからだから、まだまだですね。10月の2週目 ?3 週目 ?2 週目か。1週目が武道館で、2週目がかな。さっきね、ヒダーヤと、そう、ヒダーヤも一緒に出るんだけど、ヒダーヤと一緒に、連絡取ってて、
カニ食べたいねって言ってた。なぎちゃん選抜すごい嬉しい。なぎちゃんがね選んでくれてね、仲良しだから。そう、なぎちゃんね最近めっちゃ喋るようになった。昔から喋ってはいたけど、なんか何で仲良くなったのか、何きっかけだろう。初期の頃はあんまり喋んなかったけど、そう波動もある。え、波動さ、なんせコーチなんだけどさ、何すればいいの、コーチって。そんな人に言えるほどの実力はありません。チーム4のなんかキャプテン、あ、違う、監督とコーチだっけになってるけど、本当にね無理です。ちょっと自分も練習しなきゃいけないですね。勉強しとこう。 YouTube で動画とか見て勉強しよう。勉強しよう。もうあれフィーリングなのフィーリングほぼ頭の回転の良さを生かしてアドバイス。いや、なんだろう、分かんない。え、あとさ、誰がコーチなんだっけ。私と、あ、千織さんもだ。千織さんも確かコーチだった気がする。もう千織さんも毎回いるなら嬉しい、元気になるから。ポンポコーチポンポコーチ、あ、なぎちゃんもコーチか。おー、もぎさん、あー頑張ろう。みんな応援しててね。なんかマジで、いや、髪の毛が、そう、結局ね、あのみんなのあの応援が本当に大事になってくるんで、いや、あれがすごかったらね、てかもう平等にしてほしい、もはや。だってあれ強かったらもう、え、どんな目つぶってでも勝てる気がするってくらい大事なんですよ、あの応援が。だからもうみんなにね助けてもらうしかない。お願い、みんなお願い。今日のおやつはですね、なんかね、朝ね10時、違う、もっと前だ、8時9時くらいに朝ごはん食べて、でその後お腹空かないなって言って、もう本当に今さっきパン2つ食べたから、あのね今ねもうお腹いっぱい、
私10月の11とかにもね波動あるから楽しみです。天寿司ならなんそれいけそう。どうだろう。休みの日は配信以外何してるの？配信以外？いろいろ。なんだろう。その日によるかな。逆にみんな何してるの休みの日って。今日は土曜日ですけど、家に引きこもる人もいれば、まあ家でゲームとか漫画とか読んだりとか。チオチャンネルで中西海の動画見てナシちゃん可愛いってなって気になってます。嬉しい、ありがとう。チオチャンネル、基本オルガン坂見てます。土日、お、いいですね。テレビかショールーム見てます。何してるのみんな。まあ、遊びに行ったりする人もいるか。天気がいい日はお散歩。あ、私今日お散歩日和だと思った。風強い？そうなの？え、てか台風っていつ来るんだっけ？結局もうね、九州の方とかはね来るよね。カメラ片手にお散歩中いいな。そういうの趣味にしたい。カメラとか。え、あさって来るの台風？マジ？こっちに来るの？やだな。とってもとってもやだな。雷鳴るかも。最悪。日月川に来る。うわ、ちょうどお天気お姉さんの時は台風じゃもういなくなってるね。よかった。日本に旅行したい。ぜひ。日本はね、私がもし外国人を日本に招くってなったらどこ紹介するかな。どこがいいかな。でもなんか雷門とかさ、スカイツリーとかはさ普通すぎるじゃん。まあ京都、なんか穴場のところ教えたい。どこだろう、穴場。結構さ、あのあれ、お台場とかのさ、お台場のなんか
海みたいなところ好き、夕日の。あの私が TikTok 前さ元カレですのやつで撮ったやつ。でもそんなんいっぱいあるか、何がいいんだろう。お台場でも無難だよね、難しい。逆に私も行ったことない場所たくさんあるからさ、行きたい。紹介する前に自分で行かないと。グルメを極めよう。山口県の角島大橋って海外みたいに綺麗な、あそういうとこもいいね。クッション持ってこようかな、お尻が痛い。成田さん、これぞ日本って感じのとこだったらやっぱ京都とか、京都とかってこと。江ノ島行ったことあります。あ、ないわ。鎌倉はあるけど江ノ島はないかも。嘘ついた。海外の方はお寺とか喜びそう。確かに。私一回さ、タイのワットアルーンだっけ、ワットアルーンっていうところに行ったんですけどね、びっくりした。あの大仏が寝っ転がってて、なんか1枚ずつこうやってコインを入れて、108枚だったかな、そう108枚のコインをこうやって1個ずつ入れていくんだけど、最終的にぴったりその108個こう入れられたら、まあ、なんか幸運みたいな。のがあって、そういうの確かに楽しいし、なんか記憶に残ってるかも。そこに行くだけじゃなくて、そこで何かをしたら、記憶に残ってるかも。でカニのカレー食べた、フーバッポンカレー食べたことある気がする。名前めっちゃ聞いたことある、フーバッポンカレー。あ、人力車とか確かにいいかも。日本人あんま人力車乗んないもんね、もはや。まあ私乗ったことないけど、浅草とか行くとさ、めっちゃ言われる、なんだっけ、人力車、お姉さん人力車どうですか。腕、
しい水族館あるの？新しい水族館。浅草行ったらメロン、ああメロンパン、私も友達に教えてもらってからね、一回食べたことある。でもカレーパン、カレーパンじゃないよ、あれなんだっけ、あれカレーパンも有名だっけ、違うか、鎌倉だっけそれ、美味しいカレーパン。でも美味しいカレーパンがあるお店ってたくさんあるよ、ピーターパンもそうだけど。USJ、 あいいね、メロンパンのところに置いてあった食べれないメロンパンでめっちゃ写真撮った。サンプルってこと？私的にはピーターパンのメロンパンをおすすめしたいけど。エイトにもピーターパンファンたくさんいますからね、岡部凛さんとかね。この時間って眠くなんない？なんかご飯もう一通り落ち着いて、でまあおやつちょっと食べて、あやばいみたいな。だからお昼寝の時間っていうんだ、15時とかはおやつの時間だけど、お昼寝の時間でもあるよね。眠い。みんなのコメント読んでおきよう。眠そう。全然眠くない、こう見えて。お昼寝配信したら、あの消えます、私多分。やばい、なんか面白い話してください、誰か。滑らない話。私を起こして、みんなで私を起こして。全然眠くない、眠いって思ってるから眠いで、眠くないって思う、あ眠くない、全然眠くない。猫いる？いないよ。え、聞こえた猫の声。あでもいるかも、なんかね外にたまにね来るんだよね猫ちゃん。お便りが、あ、なにこれ、なんて読むこれ、なんとかでさばいでた。こんにちは、
目がうるうるだ。そう、なんでしょう。ガって何？ガガ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 っていう歌あるよ。 ANG 違う AN なんだっけ、違う SDN さんだ。 SDN さんガガガあ、お便りの話、そういうことね。なんでみんな急にガって言ってるんだろう。そういうことか。さっきの字がガってこと？ちょっと頭がね回ってないかも私今。ちょっと変なこと言っちゃうかもしれない。変なこと言ってたらごめんね。聞き流してください。流してください。変なこともしっかり映像倉庫に残る。本当に嫌だ、映像倉庫に残るの。映像倉庫とかさ YouTube に残るの本当に嫌だ。本当に嫌だわ、こんなあくびばっかしてる。おねむ配信ナナシちゃんに誘惑のガードやってほしいな。やったことあります、ちなみに。でもいつだっけな、劇場とかでやった気がする。違うかな、誘惑のガードやったよ。あ、宮城、宮城とかだった。なんかあかりんとやった記憶があるな。誘惑のガーター、てて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 て。どっかでやったよ。あ、トヨスピット？やってたかも。エイトの日か。懐かしいな。部屋に1位でも出てきたら眠気吹っ飛ぶ。え、マジで吹っ飛ぶ。吹っ飛ぶし、みんなもう切ると思うよ。うるさすぎて。私もう無理。無理すぎる、ゴキブリ出た。多分このスマホ置いて家から抜け出すと叫びながら本当に無理。ごめん、なんか申し訳ない。だって何もしてないじゃん別に。なんか人間に害があること、そんなに。ただ生きてるだけなのに、なんこんなに嫌われてごめんねって思うけど、本当に無理です。ごめんなさい、本当に無理なんだけど。ゾクゾクする、思い出しただけでゾクゾクする。怖いよ。昨日手のひらくらい大きいのって、え、こんくらいってこと？やば。こんなんいる？私は見たことあるかも、こんくらいの。なんかあるかも。てかさ、ちょっと前に久しぶりにね、ネズミがね走ってるところ見た。この間お風呂の天井から14時、
人が本当に無理だわ。お化けと同じくらい無理かも。ネズミ可愛いよみんな。いやでもなんかネズミもその種類によるけど、私が見たネズミは、昔見たネズミはもうこんくらい大きいネズミだった。もうザネズミみたいな。でもこの前見たのこんくらいのねちっちゃいネズミで、チャチャチャってレミの美味しいレストランみたいな感じで走ってって、可愛いって思った。先週ネズミが可愛いダイブするとこ見た。すごい瞬間だねそれ。小学校にいた違いた。おいにがごいすですよ。そうなのネズミって。そうなんだ。昨夜のぎょうちゃんのツイッタースペース、愛心笑った部屋にガが入ってきてます。ぎょうちゃんじゃない、おだいりらしいよそれ。おだいりなさんらしい。うわーでもガマ無理だわ。なんかガってさ粉みたいなの持ってるじゃん。そう一回ね、なんか私の洋服になんか虫がついて、でめっちゃ大きい虫だったの。えって言って友達がね、ペットボトルで取ってくれたんだけど、あの黒い服だったからここになんかあの粉みたいなのがついて、めっちゃ気持ち悪かった。超気持ち悪い。粉ってやばくない？だよね、あれなんか一生懸命さいろんなものを使って払ったけどさ、だからガもそういう感じじゃん。想像するだけで嫌。わかる。虫の話は虫だ。めっちゃ面白いんだけど。めっちゃ面白い。今年一面白い。そんな天才的なギャグを考えられる人いるんだ。おもろすぎる。さすがに。すっごい性格悪い人みたいになっちゃった。髪色ね綺麗だよね。綺麗っていうかなんか抜けてきていい感じ。透明感。ヤワタニエ目が一切笑ってないの草だって。全然目覚めてない。逆に眠くなった今の聞いたら。寝よっかな。ちょっと眠くなってきたわ。目開けて、私目開けて寝れるよ全然。目開けて寝ていい？もう寝てる。
まばたきしないの全然いけるかもしれないけど、今見た人、こっから見始めた人マジでかわいそう。こんな配信で大丈夫そう？私今結構もう寝てる。結構寝てるけど大丈夫？いや、かわいそう、やめよう。逆に目覚めたかも。手のひらのサイズの雲が階段に…え、おっきい。え、手のひらでしょ。あ、ここ、ここだったらなんかいそう。ここはもうタランチュラじゃない？タランチュラじゃない？最近イチオシのキャラクターとか教えて。なんだろう、イチオシのキャラクター。ヨッシー寝起きが機嫌悪い、どうだろう。ちいかわ、りんちゃんの部屋によしいたね。あのさ、クッションめっちゃ可愛いんだけど。私はパジャマは持ってる、よしーのあれ可愛い、愛用。でもあのクッションもあれかな、同じとこかな。りんちゃんのお家2個ぐらいある。洋服おしゃれでめっちゃ可愛い。ほんと？すみっこ暮らし？わかんない、何のキャラクターがいるの？なんかペンギンみたいなやつだよね、ちっちゃい。湯浅さんが好きなイメージ、すみっこ暮らし。すみっこ暮らしのね、 T シャツかなんか着てたんだよね前。あ、違う、 iPhone ケースだっけ。私わかんない、すみっこ暮らし。腕長い、本当？長いのかな？普通じゃない？腕の長さって変わる？まあ、変わるか。足の長さも人によって違うもんね。腕も。麦茶が好きなんだ。仕事行ってきます、いってらっしゃい、頑張って。足長いとバイク乗るとき便利。そうなの？
両手伸ばした長さがほぼ身長と同じ。え、そうなの？確かにそうかも。釣り行った？最近行った釣り楽しかった。何か悩み事あるの？ってあると思いますか。じゃあ私が今からみんなの悩み聞いてあげる。お悩み相談室やってあげる。てか相談に乗らせてくださいお悩みどうぞ、私が解決します。じゃあ私だったらどうするかを教えるね。なんかこれが別に模範解答とか、なんかこうしなさいとかではないけど、まあ、私だったらそういう時こうしますみたいな。あ、難しい質問はやめてください。悩み相談室。疲れが溜まった時はすることは、休む普通すぎるか。いや本当に休む。疲れが溜まった時、休めない時は、いやでもね、人間って本当に休まないとね頑張れないからね。なんか無理してでも休んでいい気がするんですよね。か、疲れが溜まった時、あ、お風呂にゆっくり入る、サウナに行くとか。勉強が難しいんです。それは勉強は誰でもやったらできます。誰が言ってるんだって感じかもしれませんが、絶対に努力したら頭は良くなると思います。私はそう、努力できるかできないかがね、あれなんですよ。でも私テストとかはね、まあ中学生の時とかはやってたよちゃんと。でも高校生になるともうね、ちょっとね、やっぱさ、めっちゃ言い訳していい？ AKB に入ってからやっぱさ、学校休むのが少なくなってさ高校って一回休むと結構進むじゃん。だからね、途中からね、あ、無理かもってね、なってきたの。いや、これは私の言い訳です。すいませんでした。推しメンが決まらない。じゃあ私で。仕事辞めたいんですけど、辞めていいですか？え、いいですよ。今はね、いろんな仕事がありますから、そんな、やべ、なんか痛い。競馬何番買ったらいいですか？予想お願いします。あ、そういうのはちょっとやってないのですいません。そういうのはちょっとあのね、よくないですよ、自分の直感で。一定の難易度までいくと心が折れる瞬間がある。わかる。どうしたら会いに行けますか？会いに行く方法はたくさんあります。いや、一つ、オンライン話し会がイベント。好きな人ができない。いや、無理して作る必要はないんじゃないですか。東京大学のボールペンを持ってるだけはい、使ってます。部屋の片付けができない。それはもうなんか誰かを呼ぶしかないんじゃない？家に。誰かを家に呼べばいいと思います。お、社内恋愛はありですか？いいんじゃないですか、そこの会社が良ければ。ぽっこりお腹はどうしたらいいですか？寝る前に腹筋を50回やってください。
吉川なす様の一番可愛いところを教えてください。それは私には分かりません。うざいやつ。悩み聞かれた時に限って悩みが出てきません。後からいっぱい出てきて。わかるわ、いきなり言われてもね。いきなり言われても押してもいいですか。ぜひ。いっぱい答えちゃって、全部可愛いと思うよ。だって優しい。推しメンさんにいるけど、ナースが一番好き。センスあるね。めっちゃうざいね、この返し。推しメンが3人いるけど、ナースが一番好き。センスあるね。分かってんじゃん。めっちゃうざい、めっちゃうざいやつだ。こんなやつ推したくない。本気の恋じゃない、本気の恋じゃない、やめて。あ、千織さんもショールーム始めたって。千代チャンネル、じゃあ私はそろそろランキング読もうかな。ちょっとお尻が痛くなってきたので、ランキング読みます。10歳はドエリンジョさん、ありがとうございます。12位は鉄七瀬石推し、七瀬一番なんとか。これ読めなくなったんだけど、どうしたらいい名前。11位は YK アットマーク、旭川ゆめ地元初さん、ありがとうございます。10位はイスアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。9位は梅ちゃん大阪毎日七瀬さん、ありがとうございます。8位はひでまるアットマークゆめみんさん、ありがとうございます。7位は竹本さん、ありがとうございます。6位はゴーオンさん、ありがとうございます。5位はヨレンアットマーク韓国7レンジャーさん、ありがとうございます。4位はモタネットさん、ありがとうございます。3位はタッチアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。2位はキャナイさん、あ、間違えた、キャナイアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。1位はナベアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。ありがとう。じゃあね、バイバーイ。スクショタイム。